高校1年生の三島春樹はコンビニで立ち読みをしていた。この日は私立青木空高校のクラブ勧誘会で早々に水泳部の入部手続きを終え、幼なじみである本田とわのサッカー部への手続きが終わるまで高校前のこのコンビニで時間を潰していたのだ。そんな春樹の横に幼稚園の頃からの顔見知りではあるがろくに話したこともない増木美晴が雑誌を見にやってきて、思わぬその距離の近さに動揺を隠せないでいた。この物語は友人とまたは異性との間で思い悩み葛藤しながらも一歩を踏み出そうとする、6人の男子生徒が織りなした1年間を一緒に見守っていく等身大の純愛ラブストーリー。